皆さんこんにちは、鈴木美優です。今日はじゃん、 GU の冬服購入品2万円分を紹介していきたいと思います。あのね、 GU やばい、本当に可愛いし、こんな安くて大丈夫かなって思うぐらい、2万円で9アイテム購入できました。しかもこうパパパパパって手に取ってたら、トップス、ボトム、バッグ、靴、もう全部オールジャンル欲しくなっちゃう、本当に全部可愛いアイテムがありましたので、どんどんご紹介していきたいと思います。それではレッツゴー。はい、1アイテム目はいつもと同じようにもう着てるんですけども、こちらです。チャンキーニットボーイフレンドカーディガンといって、2990円でした。もうね、これ見た瞬間欲しいなと思ったんですけど、このぐらいのちょっと膝より上と、なんて言うんだろう、もも上っていうのかな、ぐらいの丈感で、お尻がちょうど隠れる丈なのが私的にすごい嬉しいポイントでした。なんて言うんですか、大きめの編み編みで、なんか大きめの編み編みのニット着るとモテるって聞いたんで買いました。ちょ、気がついたんですけどね、あの GU って2パターンあって、こういうカーディガンの時にここにね、大きめのボタンがついてるタイプのカーディガンとかと、あとこういう風にボタンがついてないタイプのカーディガンがあるって思ったんですよ。あとスカートとかでも、まあ、フロントボタンのスカートとついてないやつがあるなって思ったんですけど、個人的にはボタンがついてない方がオールジャンル合わせやすいなって思いました。ついてない方がちょっと抜け感が出るというか、なんか個人的に大人っぽく着られるかなって思いました。2アイテム目はこちらです。白のニットなんですけど、アイテム名はパフィータッチオーバーサイズハイネックチュニック、1990円でした。で、私このニット見た時思ったんですけど、まあ、こういう風にね、後ろになんていうんですか、縦ラインが入ってるタイプのニットなんですけど、私これパッと見た時、あれ、去年全く同じようなニットを1万円弱ぐらいで買ったなって思って、それが1990円で売ってるやんって思って、 GU すごいなって改めて思いました。で、これがね、すごい、あの、一番いいところがちょっと伝わるか分かんないんですけど、とにかくパフィータッチっていう名前なのもあるんですけど、めちゃくちゃ肌触りがいいんですよ。で、色が結構4色展開とかしていて、グレー、オレンジ、黄緑みたいな色とかあったので、他の色もちょっと気になったら見てみてください。こんな感じでした。そう、これもね、私 S サイズ買ったんですけど、ありがたい、ちょうどお尻隠れる、あとここにスリットが入っているので、こう抜け感が出ておしゃれな感じに見えると思います。3アイテム目はこちらです。じゃん、コージュロイフレアパンツの、ピンクを買いました。これも1990円でした。で、私去年ね、これどういう体勢で喋ればいいので、私去年コージュロイパンツにめちゃくちゃハマって、あの、無印良品のコージュロイパンツを3本かな4本かな、色違いで買ったぐらい、とにかく去年コージュロイパンツを履いてたんですよ。で、今年 GU をこうやって見てたら、あ、コージュロイパンツある、でも去年たくさん買ったしなって思ったんです。ただし、GU やっぱすごいの、柔らかい、すごい、あの、無印の結構ここが固めでパリパリしてたんですけど、とにかく柔らかいし、あとコージュロイパンツではこう、なんか珍しいというか、ここわかる、フレアパンツなの、形がね、今っぽくて、あの、すごいおしゃれに見えるあとスタイルもやっぱよく見えますよね、フレアパンツって。いや、コーデュロイでフレアパンツってやっぱ自由さすがだなって、すごいそこに感動しました。4アイテム目はこちらです。じゃん、フェイクレザースカート、1990円でした。ね、これも1990円ってすごくない？私絶対に1990円と思って手に取ったら、安いと思って、あの、温かみのあるブラウンのスカートなんですけど、とりあえず履いてみたいと思います。今履いてみたんですけど、ね、可愛すぎない？しかも超高見えするで、個人的にフェイクレザーでこんなに柔らかくて、このなんか回った時のシルエットが綺麗なのもすごいなって思います。で、個人的にこれはなんかこう上品に合わせたいなっていうよりかは、スウェットとかにあえてこうレザー合わせて、結構外しアイテムとして使いたいなって思っています。
これ色違いで黒とブラウンと白があったんですよ。で個人的に白が最初可愛いなと思って試着したんですけど、私ね、なんせお尻が大きくて白だと若干膨張して見えたので、お尻がちょっと気になるって方はブラウンとか黒とかがいいと思います。続いてはこちらです。じゃん、これがシアーフレアロングスカートで1990円でした。これもね、揺れた時のシルエットがすごく綺麗なんですけど、履いてみます。履いてみました。じゃーん、かわいい、かわいい、こうなんかこうふわっと広がるタイプの、これが色が確かブラウンとグレーとオリーブっぽい色があったんですけど、私はグレーを選びました。なんかパーソナルカラー的には多分家出秋なのでブラウンの方がいいかなって思ったんですけど、なんかグレーのこういうシアーのスカートってなんかちょっと珍しいなと思って、ブラウンだったらよくあるなと思ったんですけど、だからなんかグレーだとグレーのこの透け感、この柔らかい、この分かります、このグレーなんですけど、こう柔らかい感じがなんか女性らしさもありつつグレーでちょっとかっこよさもありつつみたいなのがすごい素敵だなって思いました。でこう柔らかい素材のものなので、上はまあニットとかでもいいんですけど、スウェットとかちょっとこう強めのアイテム合わせたら抜け感がスカートで出せるかなって思います。6アイテム目はお洋服最後になります。じゃん、あ、見えてない？見えてないか、これがデニムバミューダパンツで1990円です。見て、このショートパンツでもなく、この普通のデニムでもない、この中途半端な丈履いたらどうなるのかご覧ください。履いてみました。ちょっとさっきの白いニットと合わせるとちょっとなんか体育祭みたいな感じになっちゃったので、上も着替えたんですけど、こんな感じです。じゃん、かわいい。なんかちょっとパッと見た感じだとデニムスカートみたいにも見えるんですけど、このライン的にもただちょっと足広げたらなんとなんだっていう感じで、私この丈のパンツ一回も履いたことなくて、なんでかっていうとすごいスタイル悪く見えるなって思ったんですけど、まあ試着室で私厚底のスニーカー履いてて、その日、あ、これ買った日にで、まあ、厚底のスニーカー履いたらギリ履けるかと思って初めて購入してみました、この丈。でもなんか可愛いですね。なんかデニムスカートっぽいけどチラッと見えたらデニムパンツっていう。で、あとなんかこの丈だとちょっと少年っぽく見えちゃうかなって思ったんですけど、この濃い色の、濃い色？いや、濃い色かこの濃い色のデニムだったらなんかこうちょっとお姉さんっぽくなるなと思って、例えばこれにあえてヒール合わせたりしても可愛いなって思います。続いて7アイテム目なんですけど、今回の GU9 アイテムの中で一番高いです。ただし一番お気に入りです。こちら、じゃん、ウルトラストレッチボリュームソールロングブーツになってます。まあ見ての通りわかるロングブーツなんですけど、これね、まあ4990円でロングブーツが買えるっていうのも嬉しいし、このなんかちょ履いてみますね。まず個人的に私ロングブーツ1個持ってるんです。私ロングブーツ1個持ってるんですけど、この膝上のやつを持ってたんですよ。で、ちょうどぴったり丈持ってるんですけど、私膝下の丈のロングブーツが欲しくて、なんでかっていうと膝下の方がなんか足長く見えるんじゃないって思っていて、だから今年探してたんですけど GU に売ってました。そして私ね、私あんまりヒールをなんかすごい中途半端な、こうしっぱなのが、私なんかすごいコーディネートになっちゃってる。まあいいでしょう。私個人的にヒールをあまり履かないんですよ。タイプの靴か厚底かなんですけど、このロングブーツもほら厚底なんですよ。全然ヒールがなくて歩きやすいし、すっごいね、まあ、見てこの足首めちゃくちゃ柔らかいの。このちょっと待って、脱いだら分かるんですけど、ほらここがね、すっごい、ほら伝わるかな、ここもね、ここがまずこんな感じどうやって伝えたらいいのこれ、このほらここも超柔らかいし、ここのところもすっごい柔らかくて、私多分履いてても絶対靴ずれしないぐらい柔らかいなって思います。これマジでおすすめ。
これ去年も売ってたのかな、今年絶対流行ると思う。あ、で、あの私もう一個お気に入りなのが、あの革なんていうの、フェイクレザーとかじゃなく、これなんていうんだろう、素材の名前がちょっと微妙に分かんないんですけど、なんていうの、スウェードみたいな、すごい柔らかい素材なので、あんまり私ロングブーツを履くのが、なんていうの、ちょっとロングブーツに抵抗があるんですけど、これだったらすごい柔らかい素材なので取り入れやすいなって思いました。続いて8アイテム目なんですけど、見て驚かないでください。じゃん、これがね、このなんていうんだ名前は、こちらがチェーンバブーシュっていうんですけど、なんと590円。ね、笑っちゃわない、安すぎて。590円ってランチじゃんって思いますよね。しかもこれ私、あのチャールズ&キースっていうお店が好きで、あのバッグとか靴とか売ってるお店なんですけど、そこにすごい似てるのが8000円ぐらいで売ってました。やばいよねこれ、本当に。ちょっと履いてみますね。はい、こんな感じで、あの最近流行ってるこのかかとがないタイプのローファーなんですけど、私それこそチャールズ&キースで似たような感じのやつ買ったんですけど、本当に合わせやすいの。とにかく歩きやすいのもそうだし、この足元にちらっと足首が見えて抜け感が出るので、大人っぽくもラフに履けるんですよ。それが GU に売ってる、やばい。まあこのね、ゴールドのチェーンもついてて、これもアクセントになってて、とっても可愛い。あのこれブラックも売ってたんですけど、まあ、黒のローファーって、あの正直ちょっと高いお店で買ってもいいかなって思うんですけど、こういうなんかポイントになるちょっと癖のある色で、ちょっとなんか高いお金出して買うの勇気いるなって思うじゃないですか。だから、まあ、GU でこういう安い感じで手に入れて、ポイントになる時にたまに履くのがベストかなって思います。しかも私カーキ大好きなの。ラスト9アイテム目なんですけども、こちらです。じゃん、これがワンハンドルドドローストワンハンドルドローストリングバッグです。これも590円でした。こちらもセール価格なんですけど、やばいよね、やばくない、590円。超安いんですけど、まあ、このバッグはこんな感じの巾着型のバッグになってます。で、あのこういう風にこの手持ちもありつつ、まあ、ここにこうやって付け替えると肩掛けもできるよっていうタイプのバッグになってます。まあ、個人的にはこの形のバッグだったら絶対手持ちの方が可愛いと思う。この形のこのサイズ感のバッグ、去年から今年にかけてすごい流行ってましたよね、このバッグ。しかもなんかこの黒、この黒っぽい色のこのぐらいのこのバッグがすごい流行ってたから、欲しいなってちょうど思ってたら売ってました。でもこのレザーの感じも大人っぽく合わせられるし、あとね、見て中こんな感じなんですけど、はい、内ポケ付き、ありがとうございます。内ポケ超大事。まあ、ここにイヤリングだったりミンティアだったり細かいものを入れて、で意外とねこの横幅があるので、多分500ミリペットルボトルぐらいなら入るかなって思います。あと私パーソナルカラー診断がイエベ秋なので、あの顔周りにこう黒いお洋服だったりを持ってくると顔色が沈んで見えちゃうんですよ。だけど黒を取り入れたいっていう時は、まあ、さっき紹介したこういうブーツとか足元だったりバッグだったりに黒を持ってくれば OK。 はい、ということで今日の動画がちょっとでもいいなと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録、そしてコメントをよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。